位に残ってジャンの4コーナーから直線です。短期でも7番手から動いていった6番の大崎隆一郎ながらホーム前から主導権です。5番の米倉武、マーク1番の三井勤、そして三井がブロックしていきまして6番の大崎隆一郎は交代です。2コーナーからバックライン、3番手は7番の佐藤仁、その後ろは2番の上村恒文が4番手を追走、3番の一山が抜け出せるかどうか、まだ5番手の体勢になっています。ちょっと厳しい体勢か。第2センターから4コーナーカーブ、先頭5番の米倉、4コーナーから直線です。5番の米倉が先頭だ。米倉先頭そのまま振り切ったか。展開的にももう恵まれたっていうか、うまく自分のペースで入られたんで、はいはい、それが良かったなと思います。ちょっと風が強くてきつかったけど、はい、バックもうちょっと流れてくれるかなと思ったんですけども、全部向かい風みたいな感じだったんで、ちょっとかかってないし、はい、タイムとかは全然ダメだと思うんだけど、一応、はい、あのラインで決まった、あれ1日3着そうですね、517だ、517、はい、よかったです。あの足見せの時とあの、はい、レースの時の風っていうのはなんかあの、はい、もうなんだろう、周回ごとにちょっと風向きが変わるみたいな、はい、どうぞ、ね、なんかこう顔見せの時もちょっと違うし、はい、周回もなんか1周目と2周目と自分が先行した時とちょっとなんかこうイライラしてるって感じで、前走の高橋選手はバックが流れてたって言ってたんですけど、全然違う、1ミリも流れてないですね、すげえ向かってましたまあね、とはいえ風の強い中、いやちょっときつかったです今日、はい、まあ、今一応でもなんか誘導を使えて、はい、一周からペースで、そうです、あのかけられたんで落ち着いたレースでした。そうですね、なんとか恵まれました。まあ後ろの音体もね引き連れて、あ、そうですね、もうそれが良かったです。